さあ、道明寺駅まで来ましたよ。え、映画に見られた感じですけどね。駅名そうですか。駅名表示が独特ですよね。次は通過ない、こんな感じで、ね、道明寺駅ですね。さあ、どうですか、一駅なんですかね。よし、で、次は川崎長野方面、先頭に行ったけど真、まあ、逆だったんですね。その下まで行かなかった。そこにも改札、そこに改札があって、これなんですね。こっち側に連絡通路があるんですね。なんかすぐにやめて、これとそして三条線です。遊郭をしたのは大阪スポットバリ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 大阪ですけど、実はこっちに来ると逆にデイリーショップになってるんやな。もう一つ行きますね。ああ、柏原金庫。柏原金庫。こっちが、こっちが柏原でしょ。ややこしいね。まあ、言われたら柏とね、柏。歌詞の原なんですけど、はい、結構やこしいですね。さあ、歌詞の原、上にも連絡取るのあるんですね。で、あれですね、ここもあれですね、ありましたね、ターミナル端っこ、そうですね。お、これはターミナルになってますね。ここは2名3000なんですね。なんか、なんしたでしょう。分かりやすくエレ車で行こうで作ったかのような。そうですね。1番乗り場、柏原行きが2両編成で参ります。危険ですから、黄色い線までお下がりください。この電車は折り返し、柏原行きです。Thank you.